I guess the first question is that you all have had Battle Royale, and you talked about the MFA Soga Shohaku Dragon, and Murakami-san did his response. But now we're at the first time we're putting the two paintings together. And so since this is this particular conversation is for us to record for the catalog, I'd like to ask both of you your first impressions about coming and seeing the two paintings together. いや、恐れ多いですね。恐れ多くて、やはりあれですね、昔の人は偉大だったという、で、私がこんな下手くそだということがまざまざとこうあれですね、皆さんの目の前にさらされるという意味においても、辻先生の本質的な SM における S 体質が見事成就されたのではないかということで、非常に先生の術にはまったような、私としては大変満足です。そうですよね。わかりますよ、もう術にはまったわけでございますから、私はもう大変に恥ずかしい、こっぱずかしいというよりも驚いてますよ。こんな素晴らしいものだったかとは知らなかったですね。初めてですよ、これ全体見るのは。恐ろしいですね。この絵はどこかの展覧会で展示されたことありますか？ありません。この絵はもうあれですよ、恥ずかしい物体ですので、丸めておりましたね、ずっとね。どういたしましたね、はい。まあでもこれを元にしてもう一枚似たような絵を描いたんですけど、それはこの絵を元にしておりますんで、これを一回撮影してですね、コンピューターに入れまして、僕はその上からスケッチをしましてですね、下図をちゃんと完成させて、それをプロジェクターでこう映して、それでアシスタントの僕よりもっと上手な子がですね、描いたものがありまして、それはどこか遠い空の下のお客様に売れてきましたんで、非常に。これがオリジナル。オリジナルなんですけど、下手なんですよね、これがね。いや、でもおそらくその絵よりもずっと力はあるでしょうね、こちらの方が。いやいや、もう本当恥ずかしい。もうね、何ですか、やっぱりこう、聴覚は何歳って書いてました、あれ。34歳ですよ、このこなれてなさ、人生のね、眼蓄のなさ。この前ですね、私自分の弟子であるミスターというのにですね、お前の作品にはね、人生の眼蓄が全くないっつって怒ったんですよ。ものすごい怒ったんですよ、僕。まさしくこれがそういうね、師匠がこれなの、弟子もあれでしょうがないだろうという、眼蓄が全くないですね、本当に。48、最近はもうね、寿命が長くなってますから。そうですね。昔はもう34歳で、行年と書いているんですよ。行年っていうのは60歳で、還暦を迎えてから使う言葉ですよね。そうなんですか。それを行年40歳なんてふざけた形で、これだ、行年になってしまうんだ、これだったら。いや、先生の一言一言に感触がありまして、本当に、先生のね、ご指導のことを。48歳って言って行年といえども、現代ではね、若造ですからね。まだまだ若そうじゃないですね。でもまあ、でも先生にね、ケツ叩いていただいたんで、でも大事なことを言うの忘れてました、先生。はい、大事なことでした。これが何ですか。巨大な作品を描き始めるのは、これが第一作目です。そういえば第一作目、そういえば、そうでしたね。後の五百路館につながる巨大絵画の橋ですよ。この前に象とクジラを描きになりましたね。あ、そうでした。これをこれの半分ぐらい。それ全くもって記憶違いでございました。その通りです、先生の。そうです。さすがヒストリアン。その時にね、さすがだな。自分で、バケツで絵カレーの方をバシバシバシと一生懸命やってた。やってました。それがこういうところに残っているんで、これ面白いですね、この効果は。本当ですね。あの方が下手でしたね、まだね。
たった一作でも あれが本当にね、ういういうしいね、本当だ本当だ、あの書き始めの感じな感じです、うん、その次ですからね。そうですね。あでもこの作品の次にさっき話しましたようにもう一個あったんですけど、うん、それをパッタンしてこう裏返しにしたのが五百羅漢に使われてますね、これがね。あ、そうなんですか、はい、あのデータですから、うん、あの本当手抜きなんでね、僕の絵は。So the next question I have is that in Battle Royale, Murakami-san, you wrote that you looked at the Shohaku painting, but you were also looking at other things, such as William Blake, the idea of William Blake's drawing, or the record cover. And I wondered what parts of the Shohaku painting most, what were you looking at when Tsuji-sensei gave you the challenge?What was it that you were trying to capture of Shohaku's in this painting? What were you trying to, what was the point of, when you were thinking about it, thinking what you do with it, what was it that you were trying to capture of Shohaku in your own work?あのですね、辻先生は私に、まあ、ある福音をくださったんですよね。福音とは何かと言いますと、まあ、これが、まあ、先生を師と仰いでいる、まあ、一つの理由なん、まあ、本当に最大の理由なんですけど、まあ、自分は東京芸術大学という芸術を学ぶ大学に行きましたが、まあ、漫画世代でございまして、いやでもちょっと最近のね、もう時代の流星というのは非常に早くて、あの最近漫画がだんだん廃れてきてますけど、そういう日が来るとは思いませんでしたけどね。まあでも漫画 大流星の頃でございまして、まあその漫画に付随する形でアニメーションというのも非常に70年代80年代発展しておりまして、まあ私の世代はまあそれにもうどっぷり使ってた世代なんでございますけどね。まあ、あの漫画やそのアニメが芸術だとは僕自身も思ってなかったわけですよ、全然。しかしあの先生が執筆された岩波の日本の美術というものの第6巻だか7巻だか忘れましたけど、それで先生がまあ未来 その芸術として漫画があの刻印されることは間違いないって書いてあったんですよね。それによってあのその先生のまあ他の、著作であった、まあ、奇想の系譜であるとか、そういうものを、まあ、多分、ま、斜めで読んでたんだと思うんですけど、その日本の美術の本を読む数年前に曽我彰伯の展覧会をあの練馬区立美術館というところで拝見してまして、その先生 の一文が書いてあるので、僕の中ではあのカチッとハマっていったんですよね。後にあのスーパーフラットっていうなんか適当なタイトルを作ることになっちゃったんですけど、大学3年生の時に古美術研究会っていうところで、全くもってくだらないつまらない退屈なあの旅だったんですけどね、研究員っていうところで、狩野三節の記事の絵を見た時に、本当にくだらない旅だったのに、その時だけビビビッと来たんですよね。おお、なんだこれはと思って、その時に聞いたんですよ、あの研究員の添乗員みたいな人に。全く何も答えてもらえず、それでまあ答えてくれなかったのは良かったんですけどね、自分で調べなきゃいけなかったんで。でなんかそれとか、あとまあ、同じく、古美術研究会の時、たまたまですね、その時はまだ東京芸大に来てくれてなかった加山又蔵先生という、まあ、後に僕の師匠になる人なんですけどね、師匠っていうのは、まあ、何て言うんですか、博士号をもらう時の、先生になるわけですけど、その加山先生がたまたま脅迫に来ていて、で僕は緒方光琳の「クジャク図」を見まして、これも非常に良かったわけですよね。これいいなと思ってずっと僕見てたんですよ、みんながわーっていろいろ見たのを無視して。そしたらふっとですね、加山又蔵先生が、僕とももちろん知らずにですよ、ちっちゃい男がですね、ふっと来てですね、いいな、降臨はって言ったんですよ。
お声え何が降臨はいいねっつって降臨はいいな降臨はいいなっていいなって一言言ってるんですよ。うんでピッて見たら加山とわっ加山とそうだと思ってすごいあの降臨って、うん、まあ色がだいぶ剥げてそうそうそうあまり見栄えが良くない降臨ですけども、うん、しっかり書いてありますよね。すごいいいんですよね、うん、でそれそういう、まあ、尾形降臨のクジャクズと天球院の3節、うんあとそのあとそうですね練馬区立美術館で見た時はあの、南新坊が見てたんですよね僕と一緒に、うん、大雨の日で僕は、うん、大雨で誰もいなかったのに南新坊がすごい背の高い美女と二人で入ってきてゲラゲラ笑いながら、うん、南新坊が南新坊が南新坊があの総合商法のことを面白おかしく解説しながら、うん、美女と一緒に見てるわけですよ。で僕はもうなんか雨に濡れそぼってもう寒い感じでね、うん、でもなんかなんだっけな狛犬の狛犬の絵を見てたんですよね。狛犬の絵だから簡単に言っとくのか忘れましたけどとにかく対の絵を見てたんですよ僕は、うんうんうん、でもそこでなんか南新坊がなかなかあの眼蓄のあるちょっと内容を忘れちゃったんですけど面白い話をしてまして僕もプスクスッと笑ったんですよね。でそういうものがあの先生の一文でピタッとあってきたわけですよ。自分はまあいろいろあその前にあのパンリアル協会の下村亮之介とか大野秀孝とかああいうところも僕好きだったんですけどそういうなんていうんですかねこうある種こう奇妙なその形式みたいなのとあとそのアニメーションの金田義則さんというのがいて先生のあの金田さん、うん、あの先生の本を読む前に先生にアニメプレゼンしたか後だったかちょっと覚えてないですけど先生にもプレゼンしましたよねあのアニメーションを あのスカイ・ザ・バッサースでねその前のことを今おっしゃってたのは、ええ、その前の段階の、ね、段階でしたね、ええ、そういうのがつながったので、なんかあの自分はこうまあ、挫折して絵を成り終えとし始めたわけですよねアニメーターになるってだけどまあその一枚の絵でもって自分の成り終えとするのにおいても、はい、まあ先生がこういうふうに言っているんだったら自分でもまあいいかっていうまあなんていうんですかね自分の生き方そのものにこうが腑にまあなんていうんですかね諦めてるところに腑に落とさせてくださるような背中を押してくださった一言だったわけですよね。それが良かったのか悪かったのか分かりませんけどその慣れの果てですよこの絵は。あ悲しいかなそうするとそうするともう恥ですよこんなのね対面にこうなっても今でもあの恥アニメになりたかった、ね、なりたいと思っている。いやもう今もアニメーションやってます今もステンパッドですね。もともとアニメ志望であってそうです、ね、まあやむを得ずやもういやもう本当に挫折の果て、はあ、面白いですね。悲しい。私も実はあの親父が医者で、あのどうしても医者になれて粘られて、大学の理科に入ったんですよね。それで医学部を志望してなあの落第して、それでもう。どっか行くとこないかと思ったら、うん、美術史というのがあるということを聞きましてね先生、悲しい人生ですねそんなところに入っていて食べていけるのかと思って心配だったんですけど、うん、もう親父はまあせっかくお前大学入ったんだから、うん、まあそこでも入れと、うんそれで進学したのが、うん、東大美術史学科というので、うんそれが始まりですが、ちょっと似てますね先生でも良かったですね、医者だったら辻ってこのボストン中に名前が貼られることなかったですもんねまあ、どうなったかは分かりませんけどねそれ私はもう数学が全然ダメだったんですからねそうなんですか、ろくな医者にはなってないと思うお医者さんって数学大事なんですかいや数学は大事じゃないし、これやっぱり理科系ですからね、やっぱりね理科がダメで、じゃあ数学と物理が 大嫌いだったから、それはもう無理ですよ。But since you've studied Shohaku for a very long time,、mm. has your thinking about Shohaku changed over time? And since you've been working with Murakami,
Have you also started thinking about shohaku in different ways? あのね、私は本当に、まあ、いわゆるリニアジオブエキセントリックという訳された既存の系譜というのを書いたのが、1970年ですかね、あれを書くきっかけになったのが松柏の群仙図屏風っていうのがあるんですね。これは今あの文化庁が持ってますけども、ああ、けったいな、あのちょっと文化賞持ってんだ、あのおかしな絵がですね、あの今度なんか来年ロシアで江戸美術展っていうのをやるんで、そこに持ってかれそうですけど、あれを見て驚いてですね、こんな江戸時代の絵っていうのは初め見たのは初めてなんで、もう驚いて、そのショックがそもそもあの本を書く一番のスタートになったわけなんですね。あの絵に合わなかったら、あの本はできてなかったかもしれないという、それぐらいまあ因縁があるんですね。そこへ持ってきて、今日明日のパーティーにいらっしゃるモネ・ヒックマさんっていう、アンさんの先輩で、あの頃なんか小学をやりまくってましたね。ボストンのストレージにある小学を片っ端から調べていたら、あれがなんか分厚い紙に貼られて、4枚ぐらいの、大きな紙に貼られて、くるくるっと巻かれていて、あったのがスタディーピースっていう不倫のあれあれなのコーナーだったらしいです。それは要するにどういうことですか、本物か偽物か分からないから、要はスタディー勉強しろという先輩の人が書き残したもの、それを見つけて、あのサインを見て、それでその直後に何か官の用事も兼ねて東京国立文化財に来られたんですね。その時に大きな写真持ってこられて、どうだこれはって、それも驚きましたね。こんなのがまたまた出てきたからね。そう、それとこれと1年しか経ってないんですよ。一体これどういう人だということで、ますます虜になったっていうのか、そういういきさつですね。それで後で、まあ村上さんと知り合いになって、だんだん付き合いしていくうちに分かってきたな、あこの人の体質は松柏の人に非常によく似てると。いやねこれがまた先生の後にね解説されると、松柏はね字も下手くそだしとかあんまり学もないと眼蓄もないくて、あんたにちょうどいいんじゃないかみたいなこと言われまして何も村上さんのこと言ってるわけじゃない。いやいや、そうですけど、村上さんは芸大の博士課程の秀才ですよ。いやいやね、本当に。いやでもね、先生はでもだんだんやっぱ研究されてて、その最初のショックからこう近年に至るまでのこう流れっていうのは、小学になんか新たなの発見を、群仙図屏風ができた出てきた時は、松柏はああいう絵をいっぱい描いた人だと思ったんですけ ど、 なるほど、いや今になるまであれは一つしかないんですよね。不思議ですよそれは本当に。でしかしこの手の絵もこれも一つしかないから、それまた不思議なんで、秋っぽいんでしょうね。秋っぽいというか、全く違うスタイルを同時に描けるという、現代コンテンポラリーの人はそういうことができるっていうけど、そういうこともできたような人ですね。Well, one of the reasons I'm interested in how both of you working together have worked on shohaku is because, very often it is through artists that our ideas about an artist keep living, and through Murakami-san's work
Shohaku takes on a different kind of interpretation, but he has been working so closely with you that interpretation is both an art historical interpretation and an artistic interpretation. And it's, if we are to look at it 50 years from now, it is through the interaction of the two of you that many new scholars will start thinking about Shohaku. So it's not a fixed one, it keeps on changing about how we think about Shohaku. And for me, that's what's so interesting about what the two of you have been doing back and forth about Shohaku and thinking about Shohaku. Wow. Shohaku の見方の変遷ということ。そうですね。不思議に変わってないんですね。ただ不思議というのはですね、グンセンズ屏風を見た時に、あ、この人はもうこれは現代で今だったらあの人は病院に行かなきゃならないね、ギリギリのところので描いてる絵だった。しかし非常に冷静に描いてるんですね、それをね。それのことにも驚いたんですけども、不思議なことにそれからかだんだん回復していくんですね。回復していながら松柏らしいエキセントリックなところはそのまま残して、そして最後にバークコレクションの赤石教授という小さなライオンの子供が、まるでアニメ、あれまさにアニメですよ、あれ、あれをさ亡くなる少し前に描いて、ああいう明るい健康な絵を描いて、それで亡くなった人ですからね。ちょっとどういう、当時はお医者さんに見てもらうわけにもいかないけど、ああいうふうになよくなっていくような、まあ人も一種精神障害を患っていたような時期があるんじゃないかと思うんですね、グンセンズ屏風なんか見ると。だからそれがそのままずっとこう安定した方向へ向かっていって、それで結構不安もいたらしいんですよね。松柏はああいう絵を描くから人に理解されず頭おかしいと言われて、それ聞いてますます自分のおかしくなっていって、ますます絵もおかしくなっていったなんていう、そういうふうに近世絵画史のあれは誰だったかは脇田さんの近世絵画、藤岡翔太郎だったっけな、近世絵画史という名著を明治に書いた人がそういうふうに言ってるんですね。つまりこれは異端というか、そういう形容が確か当てはまるような評価をしてるんだけど、しかし一般の民衆は結構ああいう彼の絵を面白がって、偽物作家がいっぱい出てくるんですね。それで偽物作家の方が時によると松柏よりも生き生きとしてることがあるんです。そういう民衆的な支持というものも、だんだん分かってきたと思いますけども、しかしやっぱり本質的には松柏っていうのはこういう人であり、このキャラクターとかこの気質がこのままここに映ってるというふうに。Kurokami-san, he's pointing at your painting. 俺、あれですね、ちょっといいですか、先生。先生のね、記述に書いてあったんですけどね、松柏とかのやっぱり始祖みたいなのは白隠だっていうのは、書いてましたっけ、先生、ね。始祖じゃなくて、始祖ね。始祖。そう。それはね、しばらくね、自分の目に飛び込んでこなかったんですよ。5、6年前にそれが飛び込んできて、なるほどって思ったんですよね。やっぱそうかと思って、まあ、先生も先ほどね、
ここの作品見てね、うんうんうん、いやこれはこの辺は白隠だよっていうふうにおっしゃってましたけど、その白隠和尚とかのやっぱりこう禅画の流れと、その松柏のまあそういう、まあ、絵師としてのね、そういう禅的なその修行を積んでるわけでもないけれども絵師としての、まあ何て言うんですか、生き方と、それがこうダブった時に何か、ああなるほどなっていうふうに僕の中では腑に落ちたんですよね。まあ何かだから そのでも、まあ、松柏の後ろにこう白隠がいるっていうことだよね。そうです、うん、それは私も分かったのはやはり少し後のことで、白隠というものを前に立てると松柏は非常によく見えてくるんですね。それから長沢芦雪とかああいう人でも影響を受けてるし、白隠の影響っていうのが要するに当時の町人出身の画家たちに自由に描く、自分の技術なんてものはあまりどうでもいいんで好きなように描けというようなですね、狩野派は型で描けっていうんだけど、それを対するそれを破る自由な描き方というものが自由な本当の絵の描き方なんだということをみんな教えられたと思うんですね。でそれと同時にそれやっぱり禅というものをの力というものも彼らなりに、池の大河っていう人は本当はこの基礎の系譜に入る人なんですけど、文人画になっちゃってるけど、人は本当に弟子になって考案を石主の声という考案を一生懸命や自分で実践したと、前後やったっていうそういう手紙があるんですけども、この松柏も松柏なりに座禅をやったのか知らないけどもね。先生最初からどうぞ。いやこれは本当にね、何日ぐらいで実際作られたんですか。ものすごく短い期間で書かれたんでしょう。今年は村上さんはもう展覧会これでいくつ目で、ね、6つ目ぐらい。そうですね。それぞれの展覧会で新しい作品を発表してるんだから、めちゃくちゃなスピードですよね。しかもこんな大きな作品を書いておられるんですから、もう驚きですけども、うん、これね、さっきのドラゴンは恥ずかしいもんでしたけど、うんうん、これは端の上塗りをしないような技法を開発しておりまして、色でもってですね、目を散らして己のドローイングの下手さを隠しているという新しい技術ですね。非常にこれはですね、僕的にはそんなに恥ずかしくもないものなんです。なるほど。あっちは恥ずかしい、要するにドローイング一発ですから小枠と対比できるじゃないですか。だけどこちら先生が先ほどからおっしゃってた群雪屏風的な文脈で、群雪屏風はまあやっぱりモノクロからカラーに色を落とし込んだ文脈でありますけど、これはですね色でもってもエキセントリックなものを演出できておりますから、うん、非常にごまかしの効く描き方なんですね。ああ色でエキセントリックを演出したという。そうですね。しかし毎回あれですね、まあ、ちょっと何て言うんですか、大変な、まあ、これ絵を描くっていうのは毎回毎回こう旅に出るようなもんでですね、うん、最初いくらこう、まあ、ドローイングは言ってみれば地図みたいなもんですよね、うん、地図であそこここからここまで行くんだっていう話があっても天気が変わったり、うん、道がその地図通りじゃなかったりするわけですよ、うん、これはもう大変で大変でしょうがないですけど、うん、まあいろんな偶然でやっとこうたどり着くような、うん、旅のようなものなんですよね。そういえばこれが初めてここにたどり着いたという感じはお持ちですか。そうですね。だから何度もここら辺のこういう、これ何ですかこれ先生。この手をこうやってる人、なんかアンさんあっちにもあったよね。それ仙人、はい、それ境内の、これはね、こうやってるのは何ていう神様。あれは、はい、あのガマテッカイズの隣のやつ。そうそう、
あ、これだこれだ。芸大のやつが、芸大の、はい。でもこれも、はい、一匹のやつさっきあったよね、あっちね。あ、それでガム仙人の絵も同じような形。あれガム仙人あれ。うん、これの絵、これとかもう 3枚目ぐらいですよ、ね、このフォームが、あ、こっから来てるわけか。これはあの、グルセンズというだけで、うん、これはちょっと誰かわからないんだよね。手が面白いですね、うん、でもあの、昭和君もこの手の形状気に入ってて繰り返し描いてますからね。そうだからやっぱりこの、なんとも言えないこう人間の身体押してるけども、骨の付き方とかめちゃくちゃなんですよね、これ。このそう、クロールしてるみたいな。できるはずだよね。でなんかこれも何度も描いてるんですけど、これも大変でですね、いろいろ、まあ、ブルーみたいな色じゃないですか、うんうん、だからその本当はね、人間全員、まあ、あの小白においてはあの白い色というか、あの黒人系の人じゃないんですけど、あの絵的にここにビシッとこう黒い色があるとですね、あの、まあ、目線がこの金とプラチナのあれに対比して目が止まるんですよ、バシッと。ですからここのぐるぐるとあそこのぐるぐるがこう対比してですね、で中心にこの魚みたいな変な、これ本当は魚じゃいけないんですけど、魚描いたらなんかどうも弱かったので、もう一回これ持ってきましたけどね、シャチなんですよこれ。とにかくでも色はですね、これいろいろこう、いや確かにこれ、はい、あのいわゆるガゴシャンっていうのは見たことないけど、ですね、色もやっぱり、ね、これにの走りっていうか、これに通ずる新しい色の使い方しておられるんでしょうか。そうですね、いやだからこれを描いてる時もなんていうんですか、あの五百羅漢の時がですね、うん、これ生まれて初めてああいう描き方をどうして僕は作れたのかなと思って、うん、さっぱりわかんねえなと思って、どこからあの描き方なりなんなりがこう湧き出てきたのかよくわからん。よくあの時はあの時間がないので焦って描いてたんで、まあ、今回もね焦って描きましたけど。いやでもあのガゴシャンの場合は、うん、まあ、塗ったっていう感じがあるけど、これはちょっと塗ったのとちょっと違ってて、うん、色そのものがあの形の線とこうして相まって表現を作ってるっていう、この確かに言われるとこの彩色は、あ、確かに48歳から何歳ですかこれは。55歳ですね。55歳までの7歳年を取りました。いや進歩、素晴らしい進歩ですよこれは。ただやっぱりあれですよ、アシスタントがですね毎回変わるんですよ、うんうんうん、でやっぱりその宮崎駿さんね、アニメーションの、うんうんうん、あの人もやっぱり作品ごとになんか画風も、うん、なんですか、アニメーションの動きそのものも変わるんですが、うん、やっぱりこう自分のそのなんていうんですかね、スタッフの戦力分析をして、うん、その戦力に合わせて色とかなんとかそういうものは変えていくんですよ。そうです か、ね、だから今回は10くらいの戦力なんですよ、うん、そんなに上々な戦力じゃないんですよね。で、あの軍戦図屏風の時は非常に上々な戦力だったんで、本当に自分は軍艦に乗って後悔してるような感じ気分だったんですけど、これはですね、本当なんていうの、軍艦でも敵に穴開けられたような軍艦で帰国する直前みたいなそういうムードで描いていったんですけど、これ一体どこで描かれたんですか、うん、これは。これうちのアトリエで描きました。アトリエで描きました、はい、あ、しかしまあこれはもう、これ割と早く着いたんですね。いやでも大変だった。なんか要するに、うん、まあ、色っていうのはですね、やっぱりこう一番なんですかね、まあ、本当先生さっき小白の軍戦図を見てね、ちょっと強靭ではないかという話をしてましたけど頭をですね、脳みその中をそのドローイングを描いてる時と明らかに違うんですよ。だからものすごい使い方がですね、脳みその使い方が、うん、ものすごい大音量で音楽を聴いてですね、うん、頭の中の例えば会社のね、うんうん、経営で来週までにいくら揃えないといけないということやあの人間をこうちょっとどうにか部署替えしなきゃいけないとか、うんうん、そういうものを全部忘れてですね、うん、
色そのものに集中していかなきゃいけないんですけど、そうでしょうね。いや それが大変なんですよ、やっぱ。ああ、それなのに、なんかそういう時に限って村上さん、あのお弁当が足りないんですけどとかね、変な言ってくるあの受付のおばさんがいてですね、もう腹が立ってしょうがないんですけど、これはもう超長時間やっぱりそういう集中し続けた。そうでしょうね。弁当の、いやもう、ね、考えながらこういう声はかけないよね。いやもうこれ大変だよ、もうだからあの辺とかね、これはおそらくこの人物から来てるんでしょう。この絵の弱点はですね、うん、この男ですね、はい、この男はもうめちゃくちゃ下手っぺなわけですよ、うん、しかしですね、下手っぺだけどこの、ね、あそこの衣の色がものすごく、これなんかもう設定も先生とか見たらめちゃくちゃだと思うんですよ。あの帽子か、かぶってる帽子からあのここに腹に当てるのが、うん、めちゃくちゃなんか一つの 人体としては、あまり輪郭線はあまり問題ない、全体のリズムの中でこう一つの、ごまかし、ごまかし、不思議なリズムを作っちゃう。ごまかしなんですよ。ごまかしかどうかわかんないけど、これでいいんですよ、これは。まあまあそうなんですけど、うん、だけど これね、あの絵っていうのは不思議なもんで、うん、あの群生地屏風も一番左の方にブルー あの男がいてですね、これも先生もおっしゃってましたけど、これはなんかちょっと急いで描いたんだろうっておっしゃってましたけど、そういう弱点があるとですね、絵っていうのはなんかこう躍動感が出てくるんですよね。これ本当なんですよ。でまあ言い訳ですけどね。本当はこうバシッと決まればよかったんですけど、できすぎてるといけないというなんか不思議なんですけどね。だからまああの構造的にはあそこのぐるぐるの3つのぐるぐるをセッティングするのが一番時間かかりましたね。 あれがもう何度も何度もなんかあそこにポーンってあるように見えますけど、もう何度もこう位置を徐々に変えてって、うん、ほんで最後もう下図の時に何度もカッターで切ってこういろいろ位置を変えてって、こっちはもうバシッと決まるわけですよ、うん、梅の絵かなんかあんな適当なんだよ、あそこは、うん、こっちも適当なんでちょっと斜めっちゃったりしてね、うん、あんまり良くないですけど、あそこは大変でしたね、構造決めるのは。まあ、そういうこう、これはもう苦労苦心惨憺たるあの作品でございました。期間的には短いんですけど、でもあのやっぱりその白隠のね、あのビャーって描くのもそうですけど、やっぱり僕らの絵描きはやっぱり軸を超えなきゃいけないので、短時間だろうが何だろうが、そのやっぱり集中力といいますかね、そのやっぱり鑑賞する人間のその鑑賞する時間を拘束しなきゃいけないわけですよ、うんうん、なるべく長時間拘束できれば勝ちなんだよ、もちろん。だそれに対してのこう我々の絵描きの方からのアプローチなので、うんうん、まあ、制作した時間は短時間ですが大変だったっていう思いは非常に大変でした、この絵は。で加えてあのこの時に向こうにあるね、あの某国から借りたあのお花の作品、あれももしかしたら帰らないかもしれないっていう話があったので、うん、もう一枚描いてたんですよ、うんうんうん、同時に描いててもう鉄火でしたね、もうこれ、うん、もうこの制作現場は、うん、あのこれはずっと描いてましたけど、うんうん、あっちのお花の絵ももう一枚もうできちゃったんですよ、うんうんうん、やばかったんで、うんうん、だからこの一枚だけじゃなくて、このボストンミュージアムのこの展覧会用にはこいつとでかい絵を両方描いたんですよね。もう大変で大変で、もうみんなバタバタ倒れてっていった感じで、みんなバタバタ本当に大変です。いつものことじゃない。いや、いつものことなんですけどね。いつものことなんですけど、これは大変でした。でもまあなんかこういつもそうですけど、ミュージアムでね、こうやって素晴らしいカクテル光線に照らされるとですね、うちの稽古で見る作品よりも3倍ぐらい増量して見れるんですよね。なかなかいいじゃないかみたいな、そんな感じですね。いろいろね、これ鱗もね、あの去年はいたんですよ、あの何だったっけ名前、林くんっていうね、あのこういう細かいのが上手な子がいて、僕とかこう鱗描いてもなんかついつも変わらないんですけど、ちょっと林くん直しといてっつと言っちゃったりして、おいいねいいねみたいな、いいね、そういう人が何人かいるので出来上がってるんですよ、これは。ね、これこっちはこの前ね、うん、結婚した荒戸さんっていう子がね、うんうん、いやいやながら描いた絵なんで、うん、この女子ふざけんなと思って、ちょくちょく切ってもくちゃくちゃっとこうかなって、もう時間がないからもういいやみたいな。今の話聞いて本当にこう
ちょっと村上さんというタイプは初めて出てきたようなタイプだと思う。つまりアーティストっていうのは大抵一人で全部やりたがるでしょう。天上天下、優位は独尊みたいな態度でもって、ね、それがそういう人の才能というものを逆に自分の中に取り込んで、それを生かして自分が一人で描くよりもはるかにいい絵にしちゃうという、そういう、それでいてそれが村上隆の作品になるという、こういう工程というものはこれまでの画家でそういう描き方をした人っているだろうかね。まあ、日本の美術っていうのはやっぱり工房でによって作られたと私は最近思い出したんですね。うん、一人の画家がね描いてるようなも実は工房作だっていうのが意外と多い。それは見破るのは難しいけども、ね、そうでなきゃね描けないという絵がいっぱいあるんですよね。そういう場合は確かに非常に有能な弟子がいて、それが描いてるんですよ。有能な弟子欲しいな。村上さん、how many people were involved in creating this painting? Do you think? これはそうですね、50人ぐらいですかね。まあいろいろ関わってる。これで50人。そうですね。まああれでちょこっとかかったというか、ちょこっとというかまあだいたい1週間ぐらいがちょこっとなんですけど、それぐらいかかった人を入れると50人ぐらいかね。それだけの人をよく覚えて。ちゃんと人の名前覚えて。いや覚えてないです、覚えてないです覚えてない覚えてない。あでもね先生、ちょっとさっきの先生のお話でね、あれですけど、僕北大路魯山人から非常に多くを学んでるんですよ。魯山人の作品というのは、まあ、生前というか生きてる最中は非常にみんなバカにされて、パクリだとかね、荒川東蔵がやっぱり良かった時の作品が一番良かったとか言われてますけど、やっぱり彼がやっぱりこう陶工の人たちにこう作らせて、くにゃってやったり、シュッてやったりすることで、まあ魯山人印がついてるわけじゃないですか。彼の作品にはいいものもあれば悪いものもありますけど、その悪いものっていうのもいいわけ、いいものがある悪いものがあるっていうのと、彼が 100% 作ってないくてくにゃってやるのが彼のその芸術だっていうのがね。それ知らなかった。白崎よしなんとかっていうなんかこう評伝の人がいるんですけど、あの人のこう恨みつらみの本を読んでですね僕はもう非常に感激したんですよね。でそれで自分でも魯山人の作品を買うようになって、で買うとやっぱりこうその本当にまあその白崎さんの評伝にあるように怖くされていくわけですよ。彼の作風にどん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 こうぐいぐいなんていうんですかね、持ってかれるんですよね。でそれは何かというとやっぱりそのなんていうんですかね、外しっていうんですかね、芸術の本質っていうのは、まあ、白衣もそうですけど、まあ松鶴もそうだと思いますが、外しっていうかこうくにゃっとこう、くにゃっとやるっていうその瞬間になんかこう構築されたものにこう空間ふわっとした空間ができるわけですよ。これやっぱり中国の芸術と日本の芸術のやっぱり大きな違いだと思うんですけど。ああ、それ今の言葉は大変重要な言葉だ。そのくにゃっていうのはね。くにゃっていうのは、なんかその空間をふっとこう開けるのにはですね、やっぱり本人がやると全部構築しすぎちゃうんですよね。だからそれをこう人に委ねて、で最後の最後じゃあ大先生お出ましだということで、バンってやる、それに。のための工房なんですよ。だからそれがみんなやっぱり分かってないので、特にフィルムの人間たちと今仕事やってますとですね、僕が言って最後こうやってグッてやると怒るわけですよ。なんだお前はせっかく俺が一生懸命やったのにこのね下手くそにしやがってみたいな。だけどそのこうファッとやるっていうのがやっぱ芸術なんだけどなとかいうのをね、またフィルムの人たちに解説するとこれまたほら上から目線になっちゃうわけですよ。何を言うかこの芸術が風情がみたいな感じで、だけどこの僕の作品に関してはもう自分の工房ですから、100% のことが可能なので、ぐにゃってやってるわけですよね。At the time you were making this painting, you were doing many other paintings as well. So when you think about your studio, are there certain people that you have put on like particular parts of the project, or you think of this is going to be a group that would be more suitable for a certain kind of work? Because what we saw in Chicago and what I've seen in
the few things I've seen from Moscow, they're different. So how do you, you know, and you're working on all of these and leading everyone at the same time. How do you, is there points of commonality in these projects? Or do you assign people that you think are going to work in very different ways so that you can direct work in different ways? いいポイントビューですね。いいポイントビュー。まあでも働いてうちの工房で働いてる人はみんな悲劇ですよ。僕はやっぱり申し訳ないですけど、みんなあのうちで働いてる人たちをやっぱり絵の具や部品に思って考えてるわけですから僕は。でそれがやっぱりこううまくいく時もあるし、うまくいかない時もあるんですけど、両方いいんですよ。結果的にはですよ。やってる最中うまくいってない時は非常にあの僕も怒り心頭でもう大変なことなんですけど、結局その一番大事なのはやっぱりクニャっていう話もそうなんですけど、ケオスなんですよね。ケオスな状態っていうのを作れないとあの技術になっていかないんですよ。これはこれは非常にあの働いてる人たちには本当に悲劇なんですが、そうケオスが作れない瞬あの現場というのはですね、あの本当にくだらないものしかできないんですね。だからあのこの作品を描いてる時もこの作品を準備してる8月はですね、僕の工房でやっぱりちょっとその うまくなってきちゃったんだね、みんな手が、それあえてケオスを作るために100枚作品を作りました。あの完成させたんですよ100枚、別で全く別の作品で締め切りがあるのになぜかそっちやって、みんなもうなんでやねんっていう感じでもうイライラしたと思うんですけど、イライラが大事なんで、それをこうグーッと持ってきて、よしじゃあここで終わったからもうこっち行けって言うと、なんで今までもう村上のバカ野郎がこれやんなかったらこっちやらええやんと思ってバーってやるわけですよ。そうするとみんなドドドドってできちゃうんですよね。このなんていうんですかね、あのなんてオーガナイズするあの僕のなんていうんですかね、まあ適当な気分っていうんですか、毎日のそれが大事なんですよ。それはちょっと今日初めて聞いたけども、今聞いた言葉はこう今晩一晩考えなきゃならないからこれ面白い。だからこの時に一番、まあ、僕の中での僕の工房で一番この時のあの博美だったのはあの師匠っていう、まあ、僕の20年ぐらい ついてきてくれてるあの工房の長が いたんですけどね、その子がやっぱり一昨年ぐらいにちょっと僕の責務を与えすぎて、あのもうちょっと潰れちゃってうつ病みたいになっちゃったんですよ、でそいつの責任をこう取り払うために、あのデータのもうちょっとこう責任を半分ぐらいに減らしてあげたんですよね、で減らしてあげたところ、まあ、うつ病から少しずつ立ち直ってきて、まあ、働けるようになって、でもう一人こうあの別の人間をやっぱりその全体の長にしたら、そいつも責任の重さに耐えかねて辞めていっちゃったんですよ。で今年2017年というのはその山岡君という子が辞めていった結構節目なんですよ。山岡君というのはエースだったのね、2年間ぐらい。その子が何だった、エース、うちのエースだったんですよ。その子がいることでうちの工房は回ってたんですよ、それが突然いなくなったんで、その前うつ病だった子をもう一回戻したんです、その部署に。ただしそのあのデータ と、作画の2つがあるんですが、大きく分けて、データの方の責任はほとんどその潰れちゃった師匠っていう子にはあの受け負わせないで、作画の方だけの責任を受け負わせたのが この作品の僕の中でも白尾なもんで、要するにあのその子がやっぱり現場に戻ってきたことによって、あの僕のやっぱり昔の子、昔のその山岡君という来る山岡君というちょっと天才肌の子が来る2年前の方なんかムードに戻ってったんですよね、作品が。だからそういう、でもこれは分からないわけですよ、みんな周りから見て。例えばうちで出てる笠原さんとかね、ああいう人がもう今初めて聞いてほーとか思ってるかもしれないですけど、全然分からないと思います。そういえば僕がやっぱりこうスタッフは全部色なので、あのチューブの中の色なんですよ。だから彼らの才能をどこでギュッと出すかとか、
そういうのっていうのはやっぱりこうその場の 絵とこう作品のいろんなものとこう対話しながらじゃ出てこないですよね。でもこれは悲劇な話だと思いますよ。しかしまあだから僕はそういう意味において裏に全部全員の名前を書くわけですよ。これやっぱり全員の名前を書かないともこれは申し訳ないと。あ、やっぱ書いてるわけですか。書いてるね。だからこれ作画監督が誰それさんですと、うんうん、であちょうどそれあのアニメと同じです。そうですね。やっぱりこう タイトルバックにあのちゃんと書く。そうですね、うん、だから宮崎さんの現場もね、うんうん、どんどん人が辞めていくわけですけど、うん、それはしょうがない、ね、うん、やっぱりこうその人の才能であったりとか人格そのものを絞り出さないと本当に芸術になっていかないので、うん、ああそうか。じゃあこう平面でこう、要するに、アニメを作ってるっていう感じ、はい、アニメの、ね、アニメの制作過程と非常によく似た制作過程やってる。そうです。だから僕映画を撮ってから、うん、あの自分の工房はやっぱりワンランク上に上がったと思うんですよね、うん、映画あのアニメーションの制作現場とあの実写の制作現場ちょっと違ってまして、うん、映画はやっぱり俳優さんとか女優さんとかいらっしゃるんで、うん、時間がないわけですよ、うん、そこでいかにシステマチックに人を配置するかっていうのが あってですね、それをこう学習させてもらったおかげで短時間でもやっぱり作画が完了するようになってきたんですよね、うん、だからあの2011年から500羅漢があったのはあれ映画撮った後なんですよ、うん、だからあの映画を撮らなかったら500羅漢は完成しなかったと思います、うん、そこからですね、こうやって大きい作品がバンバン出てきた。We have a lot of Shohaku work in the MFA, and I wondered, Murakami-san, are there other things about Shohaku that you would like to explore? Shohaku の他の要素とか、作品で、もっとやってみたい、取り組んでみたいっていうのはありますか？あの先生の解説であのだるまの図が酔っ払って描いたんじゃないかっていうのありましたよね。ギューッとこうあの掛け軸 の、 あのだから酔っ払ってこう絵を描くようなのはやってみたいなと思うけど、まあできないんだろうなって気がしますけどね。やっぱりこう無我の境地ですよね、うん、あれきっとね。やっぱり白衣に相当憧れておられるから、うん、るやっぱり白衣の影響はありますね。確かに。でも白衣もね、先生あのこれも先生 の、 あの受け売りでしょうけども、あのお弟子さんがあのなんか捕まっちゃったかなんかで、あの70歳ぐらいの時にお弟子さんにお寺任せてたら、うん、お弟子さんが幕府かなんかにしょっぴかれていっちゃった時期ありましたよ、ね、知らない。知りますよ。そうです。いや僕それね、その要するにあの70歳だから60歳だからなんか忘れたけど、あやっと自分にも弟子ができたっていうんでね、うん、お寺をその弟子に預けたら、うんうんうん、まあ、白衣の譲り受けたその反骨精神で、うん、あのおかみにしょっぴかれてる弟子がそれであの白衣はあの困っちゃって困っちゃった、ね、あのまたこうそのお寺の長をやらなきゃいけなくなりでそっからのですね、年代的にそっからの絵がものすごく切れ味がいいんですよ、うん、つまりそのお寺の評判も落ちて、うん、あのお金も全然集まらなくなっちゃったんで、うんうん、お金を集めるための作品をどんどん描いてるわけですけど、うんうん、やっぱりその若冲もそうですけどね、うんうんうん、あの火事があってからのやっぱり切れ味ってすごいじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそのなんていうんですかね、金銭に困った時の絵描きのパワーっていうのはですね、氷もそうだよね、素晴らしいんですよこれが、うん、これやっぱりね芸術っていうのはね不思議なもんで、それはドストエフスキーのね、うん、小説もそうだって言いますけど、あのギャンブルでお金を吸って、あのもうお金がない時にあの罪と罰とかそういうものをね、お金を借りながら書いた、あの罪と罰を書いたっていうんですけど、やっぱりその究極に何ですかね、あの自分のこう責任でもってあの自分の人生そのものを否定されるような、しかもあの金銭なんていうあの下賤なものにですね、あの侵されていくというその危機感にさらされるっていうのがですね、いかに芸術にとって大事かということがですね、僕はあのその白隠のエピソードと若冲のエピソード、まああと他のもいろいろそういうのを自分で勝手にコレクションしてるんですけど、まあそれこそ魯山人もそうですよ、あの税務署にどやされて、あの税金払えって言っても税金払わないって言って、そういう時の作品っていうのは本当に光ってるんですよね。
っぱりこう金っていうものとかそういう、まあ、金の裏側に欲っていうのもあるんでしょうけど、まあ、その金っていうもう本当に人間の一番発明した最低のこう何ですかね、概念に侵された時の芸術っていうのは素晴らしいと思うんで、まあ、自分もねこれも常にあの会社ももう危機にさらされてますけど、金銭におけるなんかそういうこう、まあ、ちょっとね質問とは全く違いますけどねだからあの今白衣の話が出たんでついついそういう話をしてしまいましたが、小学さんはね全くそういうさすらいの今でいうヒッピーでしょうね、あれね。そうなんでしょう ね、うん、だから本当に楽しい人生を送ったんじゃないですかね、うん、晩年はあの お茶人だとかお坊さんとか、うん、そういうあの同行の人をなんか集まって、うん、レンガで作ったり絵を描いて見せたり、結構穏やかな生活だったって言いますよね、うん、ただあの人晩年描く水墨画もなんかちょっと変なお化けみたいな木がこう生えていたりね、うん、最後まで変なんですけどもね変でいながら穏やかに生涯過ごすというそういう人もいるのかなと思ってね、まあ、ヒッピーはね、ヒッピーですよね、うん、I think we're concerned about time, so Sensei, do you have anything that you would like to ask Murakami-san about anything else about his work or about this exhibition? いや、この展覧会はこれちょっと空前の展覧会であって、思いがけない、展示になったと私は驚いてますですね。これは日本じゃ絶対見られない展覧会であって、ぜひ日本からのツアーのお客さんはぜひここに来ていただきたいと。On Saturday, I will ask you all about why you do not think you could do this in Japan, because we have gotten a lot of very excited response for this exhibition, and we wonder, you both of you have always said this is not something easily done in Japan, and on Saturday when we have our talk, I would like to ask you about that as well. あれですか、土曜日はあのトランスレーションはどんな感じなんですかね。同時通訳がこうやって、村上さんと皆さんにはイヤホンもなくて、うん、で日本語で喋っていただいたのが同時通訳で英語になる。ああ、そうですか。英語で聞かれた、アンさんが聞かれたこととかがわからないときは私が。ああ、なるほど。あ、じゃあお客さん何人ぐらいいらっしゃるんですか。350人ぐらい。それみんなイヤホン持ってるの。そうすごいですね。やっぱりあんまり今の村上さんみたいに早口で喋ると、うん、ドイツ語がもう頭混乱しちゃうから早口ですか今僕は。いや今はもう本当にあれだよね、うん、思ったままに喋ってるからね。まあまあそうですね、うん、やっぱりちゃんと分かるようにいやいやいや、それはもう先生 の, あのお仕事ですから。 Very much a sensei-like thing to say。 僕そういえばあれじゃないですかね、あの画報社の展覧会の時はあれですよ、ボストンミュージアム の展示のムードのパクリやったんですよ、うん、あのお香を焚いてね、うん、あっちはお香を焚いてるんですか今も展示。 Do you have any incense burning in the Asian section with the temple? We haven't had incense, we've had music sometimes、うん、and there has been some talk about having incense. We've had incense ceremonies here at the museum, but not in the galleries because of the fireいや、そうですよね、yeah. でもすごい匂いがあったんですよ、yeah. それすごい良かったんですよね、うん、じゃあ今日の話は本当にまでないような、うん、もし読者が聞いてる人が理解したら、あ、本当に素晴らしいと思うんで、その時になんかバッグに小指を出します。全然出さない。 The slides, while you are talking on Saturday, we will have the slide tapeGoing, so that they will have images related to the questions. この今のこの絵についての解説されるときは、はい、この絵の、はい、あのスライドが、うん、必要だと思いますね。I am going to work on that some more tomorrow night after the all night party. 仕事を増やしてくれやがって。また寝られない。仕事を増やしてくれやがってこの野郎みたいな。村上さんの真似してるんだよね。いやいや、
with both of you, Tsuji-sensei is also a night owl. We can send emails to Tsuji-sensei at night, and then quickly the answer comes back. So both of you are very work all the time. Thank you very much. And we will continue the conversation on Saturday. Okay.